はい、皆さんこんにちは。今日はですね、投したら、投すれば、投すると、まあそれから投してもという表現について勉強したいと思います。この前はですね、動詞、い、形容詞、な、形容詞、名詞全部入ります。普通形で、まあそれから、な、形容詞と名詞、現在肯定形の時は、まあだを追加してください。そして、まあ投したら、投すれば、投すると、投してもとなります。そしてですね、これの意味は基本的にはですね、 A と仮定したら、この3つは、上の3つはね、 A と仮定したら、まあ、それから下のこのとしてもはね、 A と仮定しても、ね、B という意味になります、ね、実はこれ以前ですね勉強したと思いますが、このたらばと、それからても、この表現の前にとするというね、文型が追加された、それが組み合わさった形が、まあ、通したら、ね、通したら、通すれば、通すると、ね、そして通してもになります。ほら、ここにね、たらば、とてもありますよね。たらば、とてもですよね。はい。この組み合わさったものと思ってください。ですから、これはですね、通するっていうのは、こう、仮定するっていうような意味がありますから、ですから、以前勉強したたらばとてもと比べると仮定のニュアンスが強い表現になります、ね、はい。で、実際じゃあね、それぞれちょっと例文を見てみましょう、ね、はい。一つ目、じゃあまず最初とすればを見ていきましょう、ね。目撃者の証言が正しいとすれば、彼は事件とは無関係ということになる、ね。まあ、ここにですね、とすればがありますよね。はい。このようにですね、とすればを使うと、この後ろの部分っていうのはですね、まあ、論理的結果が入ることが多いです。ね。はい。そうですね。目撃者の証言が、じゃあ、正しい。このように仮定したら、じゃあ、論理的に考えて、ね、彼はね、事件とは無関係です。最初はその彼が犯人かなとみんな思っていましたが、論理的に考えると、あ、彼は無関係だということになります、ね、こう言ってますよね、はい。それから次、今度は、まあ、とするとを見てみましょうね。とすると、はい、ここにあります、はい、見てみましょう。このまま出生率が上がらないとすると、50年後の人口は9000万人以下になる。これは必然的結果がよく後ろには入ります。これはね、統計的に簡単に計算できますよね。今のね、人口と、まあ、出生率をこう掛け合わせたら、結果は必然的な結果が出てきますね。はい。50年後の人口は9000万人以下になる。これちょっとね、心配ですよね。はい。それからですね、たらの場合、まあ、それからですね、てもの場合は、まあ、いろんな状況で使います。ね、簡単に言うと、まあ、いろんな状況、特に制限ないです。まあ、とすればとするとは、論理的結果とか必然的結果が、まあ、多いということですね。まあ、それ以外でもね、時々使いますから、全部がこれというわけではないですが、比較的こういうことが多いということです。そして、たら、ね、としたら、としてもの場合は、まあ、いろんな状況で使います。ただですね、この上の3つ、たらばとっていうのは順接の仮定ですね。つまりこう A だったら B っていうことですよね。で、てもの場合逆接の仮定ですから、 A でも B と、ね、そういうふうな順接と逆接の違いは大きいですから気をつけてください。じゃあちょっとですね、たら、としたらと、としてもね、この表現についてちょっと例文も見てみましょう。もし100万円もらえるとしたら、ね、何を買いますか？まあ、これ、仮定ですね。これは仮定です。本当にもらえるわけじゃないですけど、仮定したらどうですかと。こう仮定のニュアンスが強いですね。何を買いますかと。まあ、もちろんですね、もし100万円もらったら、ね、普通にたらを使っても、まあ、間違いではありませんけどね。はい。としたらというと、仮定のニュアンスが強いです。ね。はい。そして、次、ね、もし100万円もらえるとしても、ね、そんな仕事はしたくない。ね、仮に、ね、100万円報酬でもらうことができます。ね、もらえます。それでも、
それでも私はそんな仕事はやりたくない、したくないと、ね、こう強くこう、この仕事は私は嫌ですと、こう強く否定する表現になりますよね。これは仮定ですと、ね、そういうあのニュアンスがちょっと強くなります。はい、それではあのこの、ね、表現も、まあ、非常に、まあ、日常会話でも使いますから、ぜひ皆さんよく覚えて使ってみてください。大丈夫ですか？例文。私とあなたのお母さんが溺れていたとしたらどっちを助ける？彼の話が本当だとすれば、彼は加害者じゃなくて被害者ということになる。将来結婚するとしても、私は仕事を続けたいです。高い給料をもらえるとしても、その仕事はしたくないです。会話。ねえ、私がもし浮気したとしたらどうする？浮気してるの？まさか、もしもの話よ。まあ嫌かな。それだけ？寂しいとか悲しいとかそういう気持ちにならないの？